今週の格言、原告ネーム文豪さんからいただきました。十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。アーサー・シー・クラーク。現実主義勇者の王国最盛期、ハウアリアリストパーソナリティレイディオザキングダム、原告ラジオ。原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。パーソナリティ相馬和也役、小林裕介です。そして原告ラジオをお聞きの聴者の皆さん、こんにちは。もう一人のパーソナリティ、トモエ犬役、加原萌です。はい、今回のなんかオープニングの話題はこちら、はい、ということで、はい、早速お便りご紹介します。いはい、原告ネームエクセルの尻尾が気になるさんからいただきました。珍しいね皆さんこんにちは。こんにちは。アニメラジオ楽しく拝聴しています。はい、ブルーレイボックス予約しました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。今から楽しみです。原告で登場するモフキャラが可愛くて大好きです。トモエちゃんが相馬王と初謁見の時のくるりって丸まった尻尾が可愛かったですモフキャラ最近出番が少ないのが寂しいですが、うん、PV では新しいモフキャラも登場してたので楽しみです、うん、お二人はモフモフ系キャラのお気に入りシーンはありますか、という。どんだけ好きやねんモフキャラ、モフキャラしかもちょっと心和むのが、これお送りいただいているのが40代の男性の方で、はい、すごいですね。そんなにモフモフに癒されてくださってるんですね。まあ、モフキャラ代表といえばもちろんトモエちゃんですけど、はい、なかなか出てこないですねそうですねなかなか、まあ、第2部は特にあれですよね、ちょっと外に向けてっていう感じなので。そうね、はい、やっぱ平和の象徴であるトモエちゃんはなかなか出てくる機会がないちなみに待って、あの PV に出てきた新しいモフキャラってどれだ。モフ どのキャラですか、ね、これか。おアライグマ族と書く、あ多分サンドリアっていうキャラが出てるんですけど、うん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 、多分あのクマ耳が出てるんで、これが、はい、モフキャラの定義って何でしたっけあ、占有族のサンドリア。あなるほど、モフキャラの定義ですか。うん、何でしょう、毛深いでもなんかやっぱ耳と尻尾があるイメージはありますよね、うん、あそっか、まあ、それで言うと妖狼族のトモエちゃん、はい、あと妖狐族ガリさんとかで、今回 PV で出る占有族、うん、はい、はあ、そっか、お気に入りのシーンシーンですか、シーン。まあでもね、はい、あのエクセルの尻尾が気になるっていうからには、ちょっと俺ねさすがにそこまでは見てなかったんだけど、ちょっとエクセルさんの尻尾気になる。あれ、エクセルって何族なんだっけ。なんか海の海の海のざっくり。あれエクセル、そもそも尻尾あったっけ。もうそこまでしっかり見てない。ちょっと待って、今原告の公式ホームページ調べるからね、本当にうちの国多種族国家だからね、本当にいろんな交流族、うん、なるほど、交流族に尻尾あるのちょっと待って、エクセルさんすいません、今度からちゃんと出てきたら尻尾見ます。うん、あ、交流族、なるほどね。エクセルさんの尻尾、交流族の尻尾もモフモフしてるんですかね。してるのかな。お、これ全体へ出てくるか。お、うわぁ、お衣装のあれで。あ、本当だ。あ、でもチラッと、え、これあれですか、髪の毛じゃないのえそれはさすがにないか。すごい、作画さんしっかり作っていただいて、どうですか。じゃあちなみにご自身のキャラクターの、はい、もう一押しシーンとかあります。一押しシーン、まあ、まずその最初に次のものみたいな呼ばれた時に一番最初に映るのが耳なんですけど、まあ、あれでピョコって動くのとかは可愛いなって思いますね。あとやっぱリーシアと頬ずりするシーンとか、あそこちょっとモフ要素はもしかしたらあんまないかもしれないんですけど、あそこお気に入りですね。なるほどですね、はい、ちなみに耳をモフりたい人ですか、尻尾をモフりたい人ですか。尻尾ですね気が合いますね僕も動物とかを触るときはね、うん、もう尻尾が結構好きなんで、はい、尻尾いいですよね。そうなんです。
そこすごい共通の記事が見つかったということででも結構動物さん尻尾触、うん、お尻の方触られるの苦手な子も多いので、うん、はい、あそれもあってより触らせてくれるんだみたいなあなるほどとこも含めて尻尾好きですね。俺はあんまり嫌がられたことがないからな。私は直接はないんですけど。じゃあすごい自然と動物に受け入れられる人種ってことですね。そうかもしれないです。いや癒される癒される。はい、ということで、はい、原告第2部のブルーレイボックスは4月13日水曜日発売となります。ぜひ今から予約の方をお願いいたします。お願いします。さてこの原告ラジオはこの原告ラジオは私たちパーソナリティが勇者としてリスナー聴者の皆さんとアニメ現実主義勇者の王国再建記第2部について語っていこう、そしてちょっとだけ経済と経営に詳しくなろうというラジオです。ではここからは原告の時間です。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ第22幕異世界外交ラジオ開幕です。現実主義勇者の王国再生記原告ラジオ、この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたします。エルフリーデン王国修法、こちらはいわゆる普通歌のコーナーです。聴者の皆さんからの普通のお便り、原作やアニメの感想、パーソナリティやゲストの方宛てのメッセージをご紹介します。熱のこもった長文の感想を頂戴しているため、時間の関係上一部抜粋してご紹介する場合があります。あらかじめご了承ください。はい、今回前半の話題はまずアニメ19話の感想です。はい、こちら原告ネーム台風さんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、萌え萌えさん、こんにちは。こんにちは。19話も会話劇が面白い回でしたね。うん、ジーニャの科学的な目線での話は興味深く、何回もリピート再生してみるほど好きな回でした。そしてもう一つ、ルドウィンのジーニャに対する話し方や仕草を見て、ジーニャのことが絶対好きなんだなと思いつつ見ていたら、うん、婚約する形になった場面は思わず早っと声を出してしまいました、うん、ジーニャ初登場回でまさか婚約するとは思ってもいなかったです。次回も楽しみです。ラジオも楽しみにしています。ありがとうございます。そしてもう一つ、原告ネームカズヤさんからいただきました。ありがとうございます。ニュースケさん、カモちゃん、こんにちは。こんにちは。アニメ第19話見ました。久々というか第2幕始まって以来初の少し緩い回でしたね、うん、正直いろいろと突っ込みたい部分はありましたが、今回はルドウィンとジーニャのあまりにも早すぎる結婚決定に全てを持っていかれましたうん、うん、今までのソーマの決定の中でも一番の職権乱用だったのではルドウィンは苦労しそうですが2人の幸せな未来を祈っております。うん、ありがとうございます。本当自分のね婚約云々とかすごい渋るくせに秒だったからね。お前好きだよね、よし結婚いや人のこととなると、うん、いやまあまあまあ、うん、でもなんでしょうね、まあ、面白かったのが、ね、はい、ジーニャはルドウィンのこと好きだと思う、まあ6割ってところねみたいなすごい、あのリシアさんもジーニャに会うの初めてですけど、そこで6割決めつけるってなかなかのお目目をお持ちで、まあ、ルドウィンは確かにね分かりやすかったけれども、そうですね、あいや本当王様の職権乱用よくない、よくないよくないけどね、まあ、劇中で言ってたようにトモエちゃんに並ぶくらいの、うん、まあ、重要人物保護しないとちょっと危ない人物でいて、はい、まあ、国のね今後を左右するかなりでかい発見をした人なので、うん、はい、あまあまあまあ守るためには仕方ないと言いつつ、ね、なんかもうちょっとやり方あんじゃないってとは思ったのは正直なところですが、でもこれ誰も不幸にならないいい案ですよねいやルドウィンはちょっと不幸になるかもしれないよ、そうですかねだってあの尻に敷かれてるのが最初の A パートだけでわかるやん。あ、まあ、いやでも苦労イコール不幸せではないですからね。おお、なんかもえもえ恋愛事の話になるとすごい熱が入るね本当ですか、そうそうかないやいいと思う。ちょっとじゃあ、はい、ルドウィンもバックプッシュされてすごくいいんじゃないですか。うん。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて、はい、原告ネーム石ブリッジさんからいただきました。ありがとうございます。ユッケ、萌えちゃん、黒板は？黒板言わねえ。第19話は新キャラジーニャ・マクスウェルの登場回であり、うん、お当番回でしたね、うん、第1部ではいろんな才を持つキャラクターが続々登場しましたが、うん、考えてみると科学者は政治の重要なファクターではないかと思いました、うん、
ジーニャの声を担当する小原好美さんの浮世離れした可愛い声がとてもキャラクターに合っていましたね、うん、それにしてもよく喋りましたジーニャ、うん、いつもの相馬と同じくらい喋っていましたが、うん、アフレコはどんな感じだったのでしょうか、はい、ユッケはココちゃんとの因縁がありますが、はい、現場でお話はしましたか、うん、いらん一文添えるなよおい、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、この王国では、うん、魔法というものにすごく、はい、特別視をしていて、うんうん、まあ確かに科学が必要ないんじゃないかと思っていたところに実はちゃんと科学者たる人物がいましたよという話でしたが、はい、うんうん、この最後の一文は触れた方がいいの？アフレコはご一緒にされたんですか？アフレコは、はい、ご一緒にさせていただきましたねあ、うん、確か俺とリーシアとルドリンと、はい、ジーニャ4人、うん、メインでやったけど、まあそう、珍しく俺ほとんど喋らなくていい回だでももう堂々と椅子に座ってたけど、うん、そうね、ココちゃんがすごく頑張ってたというのも、はい、まあこのキャラクターって、まあ、実際出来上がったものを見たらさ、ちょっとゆるくて、うんうんうん、どっちかっていうと なんだろう、まあまあまあ、まあ、ゆるさだったりアホっぽさが、うん、すごく際立っているキャラだったんだけど、はい、でも言ってることって全部すごい科学的ロジカルで、うんうんうん、だからきっとそこをまあ一番に掲げようと結構ねキリッとした形で最初キャラクターを作ってきてたのよ、うん、はい、そしたらこれ言っていいのかな、まあ、音感さんがね、はい、いつものアホっぽい感じでいいよ言われて、まあ多分本人もあと何だったら全然関係ない俺も、あ、多分あのキャラみたいな感じを求めてるんだなと思ったんだけれども、絶対同じキャラにはすまいと、はい、どうやってあのキャラと差別化するかみたいなのを結構頑張って頑張って、いい意味で試行錯誤をその場でしてて、で、まあ、終わった後に、まあ、ちょっとだけご飯食べに行ったんだけど、その時に、はい、なんかすごいあがいてたねっつったら、バレてらって言われて、いやそりゃバレるわみたいないやなんかね、まあ、しかも初めて来るゲストキャラで、うん、それでいてあんなにもうみんなを差し置いてとんでもない分量がある中で、それを試そうとするやっぱメンタルってすごいものがあるから、もう俺はそれをもうただただすげえ俺も見習いたいって話をしてたんだけれども、うん、ああなんか久々に刺激あるアフレコだったなっていうふうに思いましたけど、うんうん、まあ、いかんせんちょっと俺はずっと見てるだけだったので、本当もう心で頑張れとしか言いようがなかった。うん、うん、まあとはいえね、そのまあ本当だったらとんでもないことをやらかしたんですっていうので連れてこられたあそこの研究室で、はい、そう、そのとんでもないことがまだよく分かってないからさそう、多分来週何かしらのまた波乱があるのではないかと、うん、はい、いう、まあ、そんな含みを持たせた形で今日は終わりましたので、はい、20話の方も楽しみにしていてくださいね、はい、そして続きまして、原告ネームひげまるさんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、香原さん、こんにちは。こんにちは。19話の感想です。冒頭から突如金属製のガレージが現れた時は驚きました、うん、魔法と科学の区別がつかないというのは、以前に話題になった魔族と魔物の区別がつかないの対比なのでしょうね。精霊がいるいないというくだりも興味深かったです。こういういわゆるファンタジーワールドについて考察を掘り下げる手法がやはり原告の魅力ですね、うん、調べたところ、ジェームズ・クラーク・マクスウェルという科学者が19世紀のイギリスに実在して、うんうん、誰よりも早く電磁波の存在を予想した方だそうで、この人物がジーニャのモチーフなのかもしれません、うん、土壌丸先生は博識ですね。難しい理論や言葉も品質しましたが、お二人はこの19話をどうご覧になりましたか。ありがとうございます。ありがとうございます。どうなの、率直に一視聴者として見た感想は。そうですね、まあ、やっぱこうお便りの前半でありましたけど、うん、あのルドウィンとジーニャのやり取りの方にだいぶ持ってかれちゃった感はあるものの、うんはいはい、でもやっぱこの異世界もので、うん、こうダンジョンの入り口金属製みたいなのって結構異質というか、うんうん、面白いなと思って、うん、なんかあとは本当この精霊がいるいないとか、うん、っていうのも結構こうかなり原告ならではの視点のよく見える回だったんじゃないかなっていうのはすごく思いましたね、うん、そうですね、うん、でも今回やっぱ出てきたジーニャのいいところは、はい、
まあ、ある種考え方が、まあ、この現代社会の人たちに似通っているというか、うん、やっぱ魔法が使える人は魔法が使えるイコールつまり精霊がいるってことだよねっていうのを、うんうん、まあなんとなくこう認識しているけれども、うんうん、いやそもそもなんか精霊がいるから魔法が使えてるっていうのは理論的に証明されないことには僕認めないみたいな、うんうんうん、いうそういうやっぱちゃんとまあ他のところのセリフを借りるとその再現性だったりとか、うんうん、そうやっぱ誰がやっても同じ結果になるっていう科学的な、うんうん、根拠がないことにはやっぱこういう人たちって納得しない、うんうん、逆に多分それをちゃんと証明できたら、あ精霊って本当にいたんですねすいませんでしたっていう風に、うんうんうん、多分受け入れる懐の深さもあると思うんだけど、はい、やっぱそういうところにやっぱ探求心をくすぐられずにはいられない、そんな代表格としてジーニャがいるわけだけれども、うん、だから解釈がねいろいろ面白かった。宝珠放送で使われている宝珠のそもそもの原理だったりとか、はい、そこから派生する精霊の存在の有無だったりとか、うん、そしてカース鉱石っていうまたねほんとポロッと出てきたとんでもない重要単語、うん、あれについても、ね、みんなが打ち消すものだと思っていたのは、うん、いやいやこれは吸収ってことじゃないっていうのを理論的に、はい、うん、それを全部あの人一人でやってっからね、うん、まあ、あと何よりもやばいのはこうね某家電メーカーを敵に回しそうなフォルムのすすむくん出てきましたけどこれデーソンじゃねえかと思う、うん、デーソン一人で作りやがったやべえよ。うーん、うーん、面白かったですね。ねえ、まあだから、まあ、今まで魔法の方が主力で、うんなんかあったものが、まあ、カース鉱石含め、まあ、ジーニャの科学力によって、はい、まあ、科学と魔法のハイブリッドという形で今後、うんうん、もしかしたら国に大きな変化をもたらしそうっていうのも含めて、はい、なんか展開が大きく二転三転しそうな可能性を秘めた。そうですね、はい、うん、そんなジーニャはとにかくルドウィンに守ってもらって思う存分研究してやってください、はい、そして建国ネームそこそこさんからいただきました。ありがとうございます。19話いろんなことがありましたが、うん、個人的にはさりげなくリーシアが嫉妬しているカットがツボでしたもうなんかラブコメとして見ている感じがありますというお便りです。いやだからラブコメだっつおいおい19話まで見てようやく気づいたのか、うん、結構ずっとちょくちょくそういうラブコメ要素っていうのはずっと第一部の時からありますもんね、うんうん、でも今回多分ワンカットぐらいしかなかったと思うんだよな。うん、そんなに。そうそう、まあそれもね、まあソーマの言い方が良くないんだよね僕は君自身に興味があるみたいなこうやたら立ててたからね俺もまたこいつはって顔で見てるリシアもね、うん、はい、はい、可愛いですが、うん、これ以上触れることができない話題です、はい、原告はラブコメです。です。じゃあ続いては僕たちのパーソナリティ宛てのメッセージもご紹介しましょうか。はい、じゃあ原告ネームアーデントさんからいただきました。ありがとうございます。小林さん、萌え萌え、こんにちは。こんにちは。いつも楽しいラジオをありがとうございます、うん、ですが、お、私は今とても萌え萌えに失望しています。へー、お、失望。理由はラジオの第19回放送にて萌え萌えがマックやっぱりいいなという発言をされていたことにあります。うん、もうお分かりでしょうか。萌え萌え、関西人ならマクドナルドを略すならマクド、マクド、マクドです。マクド、マクドではないでしょうか。私は出身である京都から千葉に引っ越して12年経ちますが、未だにマックという言い方に慣れず、未だにマクドと言っています。そうままアニメの中で異世界に飛ばされ慣れない世界での生活に戸惑いながらも王国を治めるのに奮闘していますが、小林さんは帰国子女、萌え萌えは大阪出身ということで、お二人は未だに関東に住み始めて未だに慣れないなということは何かありませんか。うん、いや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 、おいおいおい、うちのパーソナリティをいじめるんじゃないかえ、マクド、ごめん、はい、何回も聞いてるかもだけど、こっちに越してきて何年ぐらいになるの。はい、もうすぐ丸3年ですね。3年、はい、ちなみに大阪にいた時の発音は、はい、マクドマクド、ユニバ、ミスド、ミスド、真ん中が立つんだ結構そうです。なんか、まあ、大阪なんですけど、関西弁って言っても結構地方によって違ったりはあるんですけど、うん、私はそうですね、うん、ミスドでした。じゃあ原告も原告になるの原告は原告じゃなくて、うん、原告ですかね。
一緒だよね。原告一緒ですね。あーそっかそっか、よかった。それはやっぱ周りに合わせて。そうですね、なんか私の個人的な感想なんですけど、うん、こうすごい関西弁に誇りを持ってる方って稀にいらっしゃるじゃないですか。はい。でなんか俺は意地でも関西弁使い続けるぞみたいな人を見るとちょっと怖いなと、うん、うん、思ってて、なんか そうだと思われたら嫌だなみたいな。あ、自分がなんかうわこいつ頑固そうだなみたいな。いや柔軟にあのやっていきたいですよっていうあれもあるんですけど、でもやっぱり何ですかね、この意識して、うん、マックっていうの最初は言ってたんですけど、うん、やっぱまあ3年経ってみんなと遊びに行ったりとかっていう中で会話で結構出てくることも多いので、うん、だいぶマックは慣れたんですけど、うん、ついこの間、はい、あの生き品っていうのポロッと言って、生き品、はい、え、生き品、これが私関西弁だって知らなくて、へえ、数ヶ月前に気づいたんですけど、どういう意味なの、行くときみたいな、生き品にコンビニ寄るか、へえみたいな、へえ、生き品って関西弁だったのっていうので結構衝撃で、あびっくりしました、ね、なんか申し訳ないんだけどさ、はい、大阪弁ってイントネーションが違うだけで、その単語として、はい、うんうんうん、ね、なんか方言的なものがあるって印象がそんなになかったのに、あだからちょくちょくありますね。自転車のこと蹴ったっていう、ああ聞いたことはあるんですけど、私は使ったことないですね。もしかして違う件だったかな。ああそっかそっか、チャリンコみたいな、あチャリンコ、でもチャリンコってもしかして関西弁なのかな。どうなんですかね。へえ、なるほど。だからあのチャリって言うじゃないですか、うん、チャリじゃなくてチャリみたいな。あなんかチャリだとお金をなんか賽銭箱に入れた音みたいな。チャリそうなんや。はい、まあでも蹴った、あそうだそうだ、やつ名古屋だった。そうでしたそうでした。まあでもほら、うん、僕たちは言葉をね標準語で扱わなきゃいけない職業だから、ね、ある種だからそこはやっぱ注意してなるべく、うん、あの、はい、標準語に沿うようにやっていった努力の結果だからね。そうですね、うん、だからそこはね、うん、アーデント、お前国外追放するぞこの野郎。だからしょうがない、努力の賜物でございます。ゆうすけさんこの慣れないこととかって、いやもうないよさすがに。もうこ日本にいる期間の方が圧倒的に長くなったし、むしろ向こうの文化の方を忘れつつあるから。あ、うん、そうね。でも なんだろうな、でも数年前にイギリスに旅行に行った時に、はい、すごい紳士的な親切さを受けたのよ。うんうんうん、でもやっぱこっちに帰ってきてから、はい、まあ、特に最近はなんかあまり率先して関わらないように、うんうんうん、ね、やっぱ見知らぬ人にいきなり声をかけるってこっちの倫理観ではさ、うん、危ないっていうのが働くじゃん。 ね、でもそういうのがなく向こうはなんか困ってそうだったらどうしたんだいみたいな風に話しかけてくるのを見て、あ確かにそういう垣根のなさってあったなっていうのは思い出したけれども、あまあでもそのくらいですかね。うん、うん、はい、そうですね。以上番組前半は普通のお便りをご紹介するエルフリーデン王国週報でした。アニメの感想、パーソナリティ、ゲストの方宛てのメッセージなど投稿よろしくお願いします。現実主義勇者の王国最盛期、原告ラジオ。ではここで原告制作委員会からのお知らせ。まずは放送配信情報。アニメ現実主義勇者の王国再建記第2部は東京 MX BS11 では毎週土曜25時30分から、北海道テレビでは毎週水曜25時50分から、アニマックスでは毎週土曜19時30分から放送中。また FOD では独占配信がスタートしています。音楽情報です。現実主義勇者の王国再建記第2部オープニングテーマ、水瀬いのりさんのリアライズが各音楽配信サービスにて配信中です。 YouTube にてミュージックビデオも公開中。またエンディングテーマ、あいみさんのライツも各音楽配信サービスにて配信中となっています。こちらもミュージックビデオが YouTube にて公開されておりますので、どちらもぜひチェックしてください。原作小説、コミックス情報。原作小説現実主義勇者の王国再建記は16巻まで発売中、コミックスは8巻まで発売中です。こちらもぜひチェックしてください。
そして原告の原作小説を出版しているオーバーラップ文庫創刊9周年を記念したオンラインイベントの開催が決定しています。4月17日日曜日16時30分から YouTube ライブ、Twitter ライブにて配信予定です。現実主義勇者の王国再建記パートでは、私、香原萌と小林雄介さん、ジュナドーマ役の上田玲奈さんが出演予定です。忘れないようにカレンダーにメモをしておいてください。ブルーレイ情報です。原告第2部のブルーレイボックスが4月13日水曜日に発売されます。アニメ本編の各話数に加え、キャラクターデザイン大塚舞さん書き下ろしジャケット、水瀬祈さん、長谷川郁美さん、上田玲奈さん、真央さんによるヒロインインタビュー収録のブックレット、オリジナルサウンドトラックが収録された特典 CD、 さらにここでしか見られないキャスト出演撮り下ろし特別番組など豪華特典が満載です。各店舗別特典もご用意しています。ぜひご予約をお願いいたします。またアニメイト、ゲーマーズ、虎の穴、キンクリ堂にてご購入いただいた方を対象にしたプレゼントキャンペーンの実施が決定しています。メインキャスト7名のサインが入ったアニメ第26話アフレコ台本を抽選でプレゼントいたします。詳細はホームページをご確認ください。現在原告の作品公式応援アカウントが開設中です。白猫のミーナが原告の情報や日常を気ままにツイートしています。アカウントは原告アンダーバー PR です。ぜひフォローやリプライをしてみてくださいね。そして毎週のアニメ放送後に番組公式ツイッターにて原告ミニ4コマが公開中です。トモエとポンチョがその話数に関連した人物や用語の解説をしてくれます。現在第21話に関連したフリードニア王国が公開中です。放送と一緒にぜひチェックしてください。以上、原告制作委員会からのお知らせでした。引き続き原告ラジオをお楽しみください。現実主義勇者の王国再生期、原告ラジオ。さて、今回の番組後半は久しぶりにこのコーナー、サイアラバ用いる。こちらは聴者の皆さんの特技やちょっと変わった職業を募集紹介するコーナーです。ごめんね、久しぶりでちょっとコールの仕方忘れちゃったなんかちょっと知らない人いましたけどでは早速、原告ネーム MM みやびさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうすけ、もえちゃん、ボアタルジ、ボアタルジはい、私の際は耳がいいことです。はい、うちは農場をやっているのですが、土地が広いので門から家まで少し遠いのですが、そこからさらに遠いところから、かっこ300メートルくらい、あ、この音はうちの車だ。父や母の車だけでなく、商品を取りに来るトラックなどの音で、誰々が来た、降りて手伝いに行かないと、と着く前に準備をします。人が近づいてくる足音も聞こえます。それで昔びっくりさせようとしても失敗に終わります、かっこ相手が、けれど難点があります。町や人が多いところでは知らない人の声は聞き取りにくくなります。スーパーなどのレジでたまに何かを聞かれた時、聞き返すことが多いです。こんな難点付きですが、エルフリーレン王国では何か役に立てるでしょうか、という、なんとブラジルから、はい、いただきました。オブリガータそうなんです、まさかブラジルから、はい、ブラジルの人聞こえますか、ブラジルの人聞こえますかあ、なるほど、うん、そうなんですね、はあ、農場をやってる、うん、へえ、すごいですね。でもこの何ですか、音が聞こえるだけじゃなくて誰か分かるっていう、ね、聞き分けられるっていう、うん、やっぱこういうところで暮らしている人は、まあ、耳もだし目もいい人たちが多いだろうから、うんうん、もうこれはスパイ活動してもらうしかないでしょああ、そうですね、多分昼間だと人が多くて、人髪が多い中だと多分能力半減だから、うんうんうん、もう夜にこう潜んでもらって、うん、そう、もう300メートル離れたところから会話を聞き、うんはい、もう諜報活動に徹してもらいたい。もうそれ以外泣くねそれ以上のこと泣くねうん、あと思いますよ、はい、あとはね、やっぱ異国の言葉を使えるので、うんうんうん、そういったところの、ね、外交の橋渡しもしてくれるだろうし、おお他に何かありますか何か そうですね、こう私も結構割と耳がいい方ではあるんですけど、うん、お父さんが帰ってきたら、うんうん、何ですか、玄関に鍵を挿すより前に、はいはい、
お父さん帰ってきたみたいな、うん、とかがあったり、うん、はい。だからそれはさ、あれなんですけど、音じゃないよね。もう第6の何かあ、音じゃないんですかね。多分雰囲気、空気のだと思うから、ちょっと似て非なるものかもしれない。あ、じゃあまたちょっと、いや一瞬ライバルになっちゃうんじゃないかなと思ってエルフリーレン王国での立ち位置がちょっと、じゃあちょっとそこら辺の感覚の違いをぜひジーニアさんに解明してもらって確かに、ちょっとあの実験にお付き合いしていただくかもしれませんがあの困ったらルドウィンに一言言ってあげてください、うんうん、はいはいはい、ということで以上、今回はサイアラバーモチールをお届けしました。各コーナーへの投稿よろしくお願いします。僕たちのトークと皆さんからのメールで原告ラジオという王国を盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。現実主義勇者の王国再生期原告ラジオ。さて、原告ラジオ第22幕、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。番組ではリスナー、聴者の皆さんからのメールをお待ちしております。アニメの感想や出演者へのメッセージ、各コーナー宛ての投稿お願いします。詳しくは番組ページの投稿フォームを参照してください。番組ではメールを読まれた方全員にラジオ番組ロゴのステッカーをプレゼントします。ステッカーを希望される方は投稿される際、投稿フォームのステッカー希望欄にはいをチェックしてください。またお送り先の郵便番号、ご住所、お名前、連絡先の電話番号の記入をお忘れなく。原告ラジオはキングアミューズメントクリエイティブ公式 YouTube チャンネルにて配信中です。毎週金曜日正午配信、次回の配信は3月11日金曜日の正午となります。忘れないようにカレンダーにメモしておいてください。金曜お昼は原告ラジオです。そしてゲストのお知らせ、前回もお伝えしましたが、次回第23幕にアイーシャ・ウドガルド役、長谷川郁美さんが遊びに来てくれます。お楽しみに。さらに3月25日更新第25幕のゲストはジンジャー神役、内山由美さんに決定しています。内山さん宛てのメール投稿よろしくお願いいたします。はい、ゲストは決まり次第告知しますので、ツイッターアカウントをお持ちの方はアニメ現実主義勇者の王国再建記の公式アカウントをフォローしてチェックしておいてください。そして明日3月5日から順次、アニメ現実主義勇者の王国再建記第22話、人学ばざれば地なし、地位なき者は愚人なりが放送配信されます。フリードニア王国にジンジャー神という奇妙な奴隷将がいた。彼は奴隷に清潔な衣服と十分な食事を与え、さらには教育まで施してやった、うん、それがゆくゆくは王国を揺るがすことになるとも知らずに、はい、はい、そうなんです、まあ、今回もまたジーニャと同じで、うん、なんかとある人たちのお話の方に結構フューチャーしたもので、はいはい、まあ、そこの人たちが一体ね、相馬にどういう影響を与えるのか、うん、ね、どういう出会いをするのかっていうのも含めて、はい、また別の視点での、なんか国を盛り上げる一つの政策に近づく、そんな話数になっておりますので、はいはい、皆さん楽しみにしていてください、はい、原告の公式ツイッターではオンエアに合わせた感想ツイートキャンペーンを実施しています。第22話に合わせてハッシュタグ原告アニメ、ハッシュタグ第22話感想とつぶやいた方から抽選で1名様にロロア・アミドニア役マオさんのサイン色紙をプレゼントします。詳しくは原告の公式ツイッターをご確認ください。アニメ現実主義勇者の王国再建記第22話お楽しみに。さて、原告ラジオ第22幕お届けしてきましたが、いかがだったでしょうか。はい、なんかお便りたくさんでしたね、うん、今日ね、はい、しかも初めての人がほとんどっていうか全員かな、うんうんうん、だと思いましたので、はい、ね、ブラジルからもね、国境を越えてきてくれて、もう外交ラジオにふさわしいでございますよ、はい、うんうん、はい、まあ、そして次回はね、あのゲストにハセミ・アイシャイ・ウドガルド役の長谷川さんが来てくれますが、はい、うん、あれだよね、なんか質問することがあるんだよね、なんだっけ、覚えてる、そうだあったよねありました、ちょっとあいみさんから、あ、そうそう、あいみちゃんからの伝言があるので、はい、それを忘れないようにちゃんと聞き出してやりましょう、はい、ということで次回もお楽しみに、うん、それでは現実主義勇者の王国最盛期原告ラジオ第22幕はここまでです。お相手は相馬和也役小林雄介と、巴犬役香原萌でした。第23幕に続く。来週の原告の時間をお楽しみに。現実主義勇者の王国最盛期原告ラジオ、この番組は原告制作委員会の提供でお送りいたしました。